なた。お父様。ご無事で。ああ。おかえりなさい、お父様。はあ。アスラ様、神王様がお呼びです。至急謁見のままでおいでください。きっとブリトラを倒した褒章の件についてじゃないかしら。さあ神王様、お待たせしてはいけないわ。わかった。なんだ、一体どうなってやがる。アシュラ、この反逆者め。違う、俺ではない。黙り、もはや言い逃れはできぬぞ。反逆者は一族者とも粛清すべし。貴様、やれ。アシュラに腐っても八神将、雑魚では相手にすらならぬか。我が相手だ、アスラよ。この大たわけが。俺ではない。
起き上がれ。ミスラ、出るか、無事でいろ。喋るな。回転を成就する。世界を救う大回転だと。ふざけるな。貴様のその怒りも命も我が背負うべきものよ。
裏切り者の汚名を着せられ、妻を殺され、娘を奪われたアスラ。怒りを持って死の淵から蘇った彼の眼前に広がっていたのは、暴漠とした幽玄の世界。そこに現れた謎の雲の言葉に導かれるように、アスラは現世を目指す。